育児にもっと関わりたい男性は増えていますが、実際の育児参加はあまり進んでいません。特に育児休業の取得は女性に比べ極端に少ない状況です。男性の育児休業は取得する男性やその家族にとってはもちろんのこと、企業にとっても様々なメリットが期待できます。少子化が進む中、働く人々のライフスタイルも多様化しています。男性も女性も子育てしながら働き続けることができる職場環境が必要であり、そのために今男性の育児休業が求められています。男性の育児休業制度は決して大企業だけの特権ではありません。1週間でも仕事を休んで子供と一緒に過ごす時間はきっとかけがえのない経験になるでしょう。今回男性の育児休業を推進している企業や、勇気を出して育児休業を取得したイクメンパパの取り組み事例をご紹介します。男性ももっと育児休業を。